どうもこんにちは、ブックチューバーのまさきです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。ということで今回もめちゃくちゃ買っちゃいました。今回の動画は購入本紹介ということで、いや最近ですね、僕仕事終わってから本屋に行くことが、まあ、日々の楽しみの一つになってるんですけれども、もういろんなね本が売っていて、もうね面白そうなんですよね。全部前から欲しいなって思った本もありつつ、こう本屋に行ってね新たな面白そうな小説とか見ちゃうと、もう買いたくて買いたくて、まあ、仕方なくてですね、今回もねめちゃくちゃ買ったんですけれども、それをね皆さんに紹介しようと思います。今回は割と自分の趣味全開というか、前から欲しかった本プラスビビッときた本たちを買いましたので、そちらを紹介していこうと思います。ぜひ皆さんのこれから読む本の参考にしていただければなと思います。それでは参りましょう。購入本紹介と言いつつ、もう読んでしまった本もあるので、そちらから紹介しようと思います。まず購入本1冊目がこちらです。じゃーん、白井智之さんの名探偵の生贄。はい、こちらの作品ですね、去年ですかね、2022年のミステリー界をこう騒がせた一冊となっています。年末にめちゃくちゃいろんなミステリー のランキングが発表されるんですけど、その中の2023本格ミステリーベスト10で第1位、このミステリーがすごい、国内編で第2位、週刊文春ミステリーベスト10で2位、ミステリーが読みたい2023年で4位と、ミステリーのランキングに次々とランクインしてる本作をついにですね買いました。まあもう読んでしまったんですけれども、これも最高でした。本当に面白かった。あらすじを紹介しようと思うんですけど、こちら主人公が大戸屋隆という探偵と、その探偵事務所に勤めている有森リリ子っていう2人の人物が主人公となっています。でそんな2人はですね、こういろんな事件をこう解決していって、かなり有名な探偵事務所なんですけれども、そんな中助手の有森リリ子が突然失踪してしまうんですね。で探偵の大戸屋隆はリリ子がジョーデンタウンという場所にいることを突き止めます。このジョーデンタウンっていうものがですね、この小説のまあメインの舞台となるんですけれども、ジョーデンタウンというものはジム・ジョーデンというある一人の男を教祖とした人民教会が信者と共に暮らしている夢の楽園なんですよね。でそこに有森リリ子がこう調査をしに行ってしまって帰ってこれなくなったっていう冒頭から始まるんですよ。大戸屋隆はリリ子を日本に連れ帰るために人民教会の町であるジョーデンタウンに向かうというお話になっています。この作品ではこの人民教会っていう場所に行くからこそ巻き起こる殺人事件っていうものにスポットを置かれて描かれていて、これが特殊条件ミステリーっていうんですかね、こう日常とはまた違った空間での、まあ、事件となるので、僕らでは想像しがたい様々な出来事がこのジョーデンタウンという街で起きてるんですよ。でその街で、ね、次々と起きていく殺人事件を解決しなければいけないという話で、もうここの人民教会の描写がめちゃくちゃ読みどころになっています。なんか宗教の話でなんか怖いなって思う方結構いるかなと思うんですけれども、なんか読んでいくと、まあ、そういうところも実際あって、こう教祖とそれを取り巻く信者の描写がかなり不気味なんですよね。その不気味な、ね、例を一つ挙げようと思うんですけど、このジョーデンタウンという街では病気や怪我が一切存在しない空間なんですよ。でこれ何言ってるんだって思うかもしれないんですけど、ジム・ジョーデンという教祖はこう奇跡を起こすことができて、信者たちの怪我を治すことができるキャラクターなんですよね。実際に外部の、まあ、大戸屋隆とリリ子がジム・ジョーデンタウンに向かった時に怪我してる人っていっぱいいるんですよ。でなんでってなるんですけど、例えば事故で両足を切断してしまって、もう車椅子でしか動けない、車椅子で生活を余儀なくされた人もこの人民教会にいるんですよね。でその人民教会にいる人に、主人公のね大戸屋隆が両足のない彼にこう人民教会についてどう思うかってインタビューするシーンとかもあるんですけど、そうするとその両足がない男はですね、見てくれよと、僕は以前事故で両足を失ってしまったけれども、ジョーデンさんが奇跡を起こすことによって足が生えてきたんだ、治ったんだって言うんですよ。でも部外者たちから見たら彼の足って治ってないんですよ。これ怖ってなりますよね。ある種ですね、このジム・ジョーデンが外界との世界から空間をこう隔離することによって、信者の彼らたちはある種の幻覚を見てるっていう描写から始まるんですよね。これがね面白い、面白いですし、まあ、この限られた状況の中で殺人事件が起きてしまって、でそれをどう解決するのか、ここがめちゃくちゃ面白い特殊条件の
ミステリーとなってます。まあ、あらすじはね結構触れちゃうとネタバレみたいになっちゃうのであまりここからは触れないんですけど、この作品ですね、読み始めから終わりまでもうどんどん読んでいく作品で、というのも事件も瞬く間に起きるし、その推理もすぐ始まるんですよ。であれよあれよという間に物語がいろんな方向に行って最後衝撃の結末を迎えるという作品ですね。さすがこれはランクインするなと、ミステリー好きのみんながこう話題にしてるのが分かったなっていう作品でした。で、白井智之さん初めて僕読ませていただいたんですけど、他の作品も読んでみたいなって思いまして、他の作品何あるだろうなって調べた時に、この名探偵の生贄のいわゆる姉妹作的な立ち位置の作品もありまして、それが名探偵の腹渡という作品で、こちらもね結構グロいのかなと思うんですけど、この名探偵の生贄の、まあ、姉妹作ということでめちゃくちゃ読んでみたいなって思いました。多分ねもう買っちゃうと思うんですけど、この名探偵の生贄もう本当に面白かったんで、この動画見てうわ気になったという方もぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。ということで購入本1冊目が白井智之さんの名探偵の生贄でした。続いて購入本2冊目がこちらです。松田園子さんの空ご飯。はい、こちら本屋大賞のノミネート作の一つになります。この本屋大賞というものは全国の書店員さんがですね、今一番売りたいという作品に贈られる賞になってまして、書店員さんの投票でまずノミネート作10作が決まりまして、その中から二次投票で大賞の作品を決めるという文学賞なんですけれども、今回のこの松田園子さんという方は2回前の本屋大賞で52ヘルツのクジラたちという作品で本屋大賞を受賞している作家さんになります。僕本屋大賞のノミネート作全部読んで受賞予想をするっていう動画を毎年上げてるんですけれども、その中でもこう52ヘルツのクジラたちから結構松田園子さんにハマりまして、去年も星を救うという作品で本屋大賞ノミネートされている作家さんで、今回この空ご飯で3回目のノミネートとなります。でこちら僕も読みました。めっちゃいいねいいね。結構読み終えたばっかなんで全然感想とかまとまってないんですけれども、なんだろうな、去年のノミネート作の星を救うっていう作品、この作品がですね僕めちゃくちゃ好きで、去年の受賞予想の1位がこの星を救うだったんですけれども、それにね、勝るとも劣らないかな。めちゃくちゃいい作品でした。前々回の 52Hz と前回の星を救う、そしてこの空ご飯ですね、共にこう家族というテーマが大枠にありまして、その中での、まあ、親子の関係だったりとか、そういういろんな側面を僕たち読者にこう素敵な物語に見せてくれている作品たち で今回のこの空ご飯という小説は、こちらも一応主人公はね空という女の子が主人公で、この空にはですねこう自分を産んでくれたお母さんと自分を育ててくれるママがいます。でこの2人の母親がいまして、カノとフミっていうんですけども、その育ての親のフミから離れて生みの親のカノと実際に暮らしていくっていうところから物語が始まりまして、カノと暮らしていく中でこうある人物がきっかけでこう料理にハマっていく。でその料理を作ることで空の人生でターニングポイントとなる時にいろんな料理を食べることでこの困難に乗り越えていくというお話になってまして、一応主人公は空なんですけども、生みの親のカノっていう人物が本当の主人公なんじゃないかなって思う作品で、前2作は子供からのこうある種大人に対する憧れみたいなものが根底にある中で、この空ご飯という作品は大人も子供なんだなというか、そういう親ならではの悩みっていうものが結構描写されていて、それがねかなり刺さりましたし、子を持つということはどういうことか、親になることはどういうことかっていうことを結構鋭い切り口で読ませていただいた本でした。また別の動画でねちゃんとしたまとめた感想を話そうと思うんですけど、こう読み手の状況によってかなり印象が違う作品になるんじゃないかなって思いますね。いろんな人に感情移入できるんですけど、僕は主人公のまあ、空の目線になっていろいろ読み込んでいったのに対して、実際に子供持っている方が読むとこの母親のねカノっていう母親に感情移入するシーンもあれば、こうフミというね育ての親に感情移入するシーンもあるんじゃないかなって、こういろんな角度で楽しめる作品なんじゃないかなって思います。また別の動画でちゃんと話そうと思うので、こちら気になったという方はぜひ買って読んでみてください。ということで2冊目が松田園子さんの空ご飯でした。結構喋っちゃったんですけれども、ここからはですね僕まだ読めてない作品なので結構軽めにね紹介していこうと思います。で何からいこうかな。本屋大賞つながりでいく
と3冊目がこちらですね、青山美智子さんの月の立つ林で、はい、こちらも本屋大賞ノミネート作品になります。著者の青山美智子さんはですね、先ほど紹介した町田その子さんと同様にこの作品で3年連続の本屋大賞ノミネートとなります。最初にノミネートされたのがお探し物は図書室までという作品で、こちらはですね、ある図書室にいる司書さんがいまして、その司書さんがですね、悩める人たちにそれぞれ悩みに沿った一冊を選書してくれる。で、その選書された本を読んだ主人公たちはどんどん自分の今抱えている悩みに対して向き合っていく、成長していくっていう群像劇になってます。僕この作品で初めて青山美智子さん読んだんですけれども、何かに対してこう自然と前向きになれるっていうか、結構読んでいって明日からも頑張ろうってかなりね、こう鼓舞された作品で好きなんですよね。そして次の年もノミネートされたんですけども、その作品が赤と青とエスキースという作品で、まあ、こちらもですね、いいんですよね。この作品はこうエスキースっていうね、こうある一枚の絵がメインテーマとなっていて、そのテーマ、そのエスキースがメルボルンから日本に渡って30数年間その絵にまつわる人、絵に触れた人たちの物語がどんどん展開されていくっていうお話になってます。でこちらもですね、群像劇的な話になっていまして、こう絵に触れた人たちの日常が描写されていって、そんな日常の中でこう絵に触れて、人と触れて、絵に触れた主人公たちの人生がちょっとずつ変わっていくっていう作品になってます。でこれもね、僕めちゃくちゃ好きで、で今回ですね、こちらの月の立つ林でということで、前のノミネートされた2作がどちらも本屋大賞2位で受賞には至らなかったので、今回ね、青山美智子さんぜひ取ってほしいなと個人的には思っているんですけれども、今回の月の立つ林でも元看護師や芸人、自動車整備士、女子高生、アクセサリー作家とこう様々な背景を持つ登場人物が主人公となって成長を描いてくれるっていう作品になってるっぽいですね。前2作を読んだ方からすると、本当に青山美智子さんの良さってやっぱ群像劇にあるんだなって結構思ってる方多いと思いますし、僕もね、前2作で青山美智子さんすごく好きになってて、今回も群像劇で一体何を見せてくれるんだろう、どんな文章で僕たちを温かい心にさせてくれるんだろうっていうところがすごく今気になってるところです。こちらも読んだら感想動画で話そうと思うので、そちらもお楽しみということで、購入本3冊目が青山美智子さんの月の立つ林ででした。続いて購入本4冊目がこちら、寺地春奈さんの川のほとりに立つものは。こちらのあらすじは、カフェの店長を務める29歳の清瀬という主人公がいまして、清瀬は恋人とすれ違っていって、でそのすれ違った先に恋人とのすれ違いの原因を見つけるっていうお話になってます。こちらの作品まだ読んでないんで軽くあらすじ紹介になっちゃったんですけれども、この著者の寺地春奈さんはですね、今回この作品で本屋大賞初ノミネートということで、かなり期待しています。寺地春奈さんですね、僕の動画を見てくれる視聴者の方もかなりファンいまして、前の本屋大賞のノミネート作紹介する動画とかでもかなり熱いコメントありましたので、僕もすごくね楽しみで買いました。ということで4冊目が寺地春奈さんの川のほとりに立つものはです。続いては僕のちょっと趣味全開なんですけども、こちらですね、じゃん、のりづきりんたろうさんの雪見室。はい、こちらミステリー好きの方ならついに来たかという方いらっしゃると思うんですけども、こちらのりづきりんたろうさんというかなり有名なミステリー作家さんの作品になります。これ結構昔の作品で、のりづきりんたろうさんという著者が展開するこうのりづきりんたろうシリーズという作品の一冊目になりますね。僕ですね、のりづきりんたろうさんの作品読んだことがなくて、ミステリー好きの方からすると何やってんだお前って言われるかもしれないんですけれども、いつか読みたいなって思っていて、今回のりづきりんたろうシリーズ1作目の雪見室が新装版で登場ということで、もうこれを機にもう買って読むしかないなと思って買いました。書影もですね、結構今風というかかなりいいデザインになっていまして、なんだろう、この新装版になったからこそ手に取ろうって思う方、僕含めて結構いるんじゃないかなと思うので、めちゃくちゃ気になってたのりづきりんたろうシリーズ、この雪見室から読み始めようかなと思います。でこのシリーズで一番有名なのが、一の悲劇という作品で、もうこれはね、もう名作中の名作って言われてる作品なので、この一の悲劇はね、シリーズ4冊目なんですけれども、この4冊目に向けてこの雪見室からこうシリーズどんどん追っていきたいなって思ってます。ということで購入本5冊目がのりづきりんたろうさんの雪見室でした。はい、まだまだねちょっと喋りたいことあるので、これどんどんいきましょう。購入本6冊目がこちらです。西尾維新さんの悲鳴伝。ある日人類の3分の1が絶滅した地球での
お話となります。老若男女関係なくランダムにいろんな人が死んでしまったこの事件を大いなる悲鳴と呼んでいて、そんな大いなる悲鳴から生き延びた少年空から空という人物が主人公になります。そんな主人公空から空がある少女と開口することによって地球と戦うヒーローになる英雄伝の第一作目となります。はい、来ました。こちら西尾維新さんの作品です。西尾維新さん知ってる方からすると、まあ、ついに来たかと結構思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、かなり根強いファンがいる作家さんになってます。西尾維新さんの作品ですね、まあ、いろんなあの作品は知っていて、例えば化け物語っていう小説があるんですけど、こちらもあの一応 SF なのかな、 SF の話で、まあ、アニメ化もしたり結構有名な作品ですね。こちらの化け物語から僕西尾維新さんにハマりまして、この物語シリーズっていう作品をこうどんどん読み進めていったんですけれども、そんな西尾維新さん、それとは別にあの少年ジャンプで昔連載されていたメダカボックスという漫画もありまして、こちらも西尾維新さんの作品なんですよね。あの物語シリーズもメダカボックスもめちゃくちゃ癖あって僕大好きだったんですよ。でこちらの悲鳴伝という作品も今回文庫で買ったんですけれども、単行本で刊行されたのは結構前で、まあ、その時もねすごく気になっていた作品で、今回ね講談社文庫さんから新たに出るということで、もう買うっきゃないだろうと思って今回買いました。まあ、ずっとあの作品自体は知っていたんですけども、どんな感じなのかなって結構思いつつ読めていなかったので、いや今回もねこの作品読んで魅力をね伝えていきたいと思います。西尾新さん好きな方、どんな作品好きかぜひコメントで教えていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。いやめっちゃ楽しみなんですよこれ。はい、ということであの6冊目がこちらの西尾維新さんの悲鳴伝でした。購入本7冊目がこちらです。ナンバー8さんのピアノマンという作品です。はい、あのこちらですね、もう語りたいこといっぱいありまして、まだ読んではないんですけども、なんで買ったかっていう話をちょっとしたいと思います。この作品ブルージャイアントっていうジャズの漫画のスピンオフ的な小説となっています。このブルージャイアント、僕漫画で読んではいて、宮本大という主人公が世界一のジャズプレイヤーになるお話なんですよ。で巷では音が出る漫画って呼ばれていて、あのすごいんですよね。こう漫画を読むと実際に読んだ方ならわかると思うんですけど、こう迫力がすごくて、大のテナーサックスの音色がまさにこう絵から出てくるようなあのお話で、そんなねめちゃくちゃブルージャイアント好きだった僕が、まあ、今回ですねあの2月17日から映画が公開されていまして、でこちらをねあの見に行ってきて、映画館で大号泣、本当に面白くて、もう熱すぎた作品で、世界一のジャズプレイヤーを目指す主人公のダイがですねこう上京して東京であのバンドを組むんですよ。澤部幸典というピアノとテナーサックスのダイ、そしてドラム初心者の玉田っていうこの3人が、まあ、ジャスというバンドを組むんですけども、この話がもうなんですよ。もう本当にもう漫画で読んでいて、こう本当に音が聞こえてくるような漫画だったそのブルージャイアントが実際にこう劇場で音が乗っていて、まあ、まさにこれだって、この音を漫画から聞いていたんだなって、こうまさにそのね、具体的な音がもうズンってきまして、僕も一応大学でジャズドラムやってたんで、もうすごく感情移入しまくりで、もう本当に泣けたんですよ。もうほんまにいい、ほんまによかった。めちゃくちゃ話脱線してますけど、でそんなブルージャイアントっていう映画の澤部幸典というピアノマンが主人公になっているのがこちらの作品になります。このピアノの澤部幸典というキャラクターって漫画とかで結構ちょいちょい深掘りはされていくんですけど、あんまりこう過去が見えなかったキャラクターで、そんな彼がどうしてジャズの虜になったのかっていうのを描いている作品になります。これめっちゃ読むの楽しみで、もうすぐねすぐ買っちゃいました。で今あのまだやってると思うんですけど、ブルージャイアント気になったらぜひ見に行ってみてください。本当に熱いし泣けるし、もうジャズってこんなに熱いんだっていうのを体感できる映画となっていますので、ちょっとね小説関係ないんですけども、ぜひブルージャイアントの映画から見てみてください。でそんなブルージャイアントがね好きになったら、こちらのピアノマンも僕読んで、まあ、感想を言おうかなと思っていますので、ぜひお楽しみに。
ということで、購入本7冊目がナンバーエイトさんのピアノマンでした。はい、ということで買った小説はこちらの7作品なんですけれども、今回プラスアルファで文芸賞を買いまして、そちらもね紹介させてください。それがこちらです。講談社から出ている小説現代ですね。はい、こちらの作品になります。でこれ本当になんで買ったのかというと、僕が去年読んだ本の中でかなりトップに入っていた凪良ゆうさんのなんじゃ星のごとくっていう作品がありまして、そちらねすごく美しくて儚い物語だったんですけど、そちらのスピンオフが掲載されているということで、もう買っちゃいました。もう読みたいなと思って。それがこちらの星を編むという作品で、そのなんじゃ星のごとくもめちゃくちゃ好きでしたし、プラスデビュー15周年、凪良ゆうさんデビュー15周年のインタビューも掲載されていて、いやもうそれ買うっきゃないなと思いまして買いました。しかもこの一冊ですね、中山七里さん、僕すごく好きなんですけど、中山七里さんの三越芝シリーズの最新作殺戮のラプソディも全編入っていて、マジかって。結構三越芝シリーズ僕あまり読めてはなかったんですけども、ここに入ってるんだって思いまして、めっちゃ豪華だなって思ったんですけど、プラスですね、僕道尾修介さんという作家さんがめちゃくちゃ好きなんですけども、この道尾修介さんの体験型小説聞こえるっていうシリーズの第3弾も入っていて、なんだこれはと。こちら1冊1000円ぐらいなんですけども、もうお得どころの騒ぎじゃないなと思いまして、なんだろう、こんな1000円でこんなね、いろんなもの読めていいのかなって思うぐらい、もうもりもりの文芸誌ですので、ぜひぜひ何じゃ星のごとくとか中山七里さん好きな方、プラス道尾修介さんのね体験型小説、聞こえるという耳で楽しめる小説なんですけども、そちらも気になるという方はぜひ買ってみてはいかがでしょうか。こちら3月号なんで、書店にあるかなって感じなんですけども、ぜひぜひ、手に取ってみてください。はい、ということでめちゃくちゃ買いました。こちらの購入本たちを紹介していきました。いかがでしたでしょうか。最近ちょっと仕事忙しすぎて動画撮れてなかったんですけども、やっぱねこう喋り出すと止まらないというか、結構ねいろいろ出てきちゃうのでちょっとやばいなと思ってるんですけども、ここまで見ていただきありがとうございました。気になった作品ありましたでしょうか。いや僕もね本当読みたい作品がたまりまくっちゃって、もうやばいですよね本当に。この作品たちの中で、次読もうかなと思ってるのが本屋大賞ノミネート作のこちらの月の経つ林でですかね、青山美智子さんの作品めちゃくちゃ好きなのでこちら読みたいなっていうのと、全体的に本屋大賞のノミネート作は前作読んで受賞予想しようかなと思ってるので、ちょっと早めに読みたいなっていう気持ちもありつつ、他のねこういう作品たちもうちょっと合間に読んでいこうかなって思います。プラスですね、こちらの小説現代もちょっと時間足んないなって感じなんですけども、ちょっとね仕事の合間とか見つけてガンガン読み進めていきたいなと思います。読み終えたらそれぞれ感想を話していこうかなと思いますので、そちらもお楽しみということで、このチャンネルではこのように僕が読んで面白かったなっていう小説や本の魅力について発信しているチャンネルになります。この動画良かったなと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。お相手はまさきブックスでした。バイバーイ。いやーめちゃくちゃ喋りましたね。久しぶりに動画撮るとこんな感じになっちゃうんですけれども、まだまだね読みたい本溜まってますので、ぜひ皆さんも気になった方いれば買ってみてください。そして皆さんの最近の購入本もぜひコメントで書いていただけるとめっちゃ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。